私、淡井圭介というものなんですけども、はい、こんにちは。昨日、夜22時半ぐらいに通報させていただいた件の、動画の内容のところの詳細のところを、まあ、続いて記載しているところなんですけども、まあ、法律名とかをいろいろ記載して、で、先ほども、すぐに春山整骨院の近くに、道路交通法違反、駐停車5分以上と、あと、交差点の近辺5メートル、ところの駐停車の禁止の動画も、見れるようにしておきました。説明欄のところに法律名記載しておきました。で、これがそのホームページ淡井圭介の履歴の一番の、まあ、2024年3月15日のところからアクセスできるようにしています。で、びっくりしたのがね、インターネット上で道路交通法のその駐停車のところで、そのチャット GPT-4 ですかね、これで出てきてる文章が、法律で道路上を自動車の保管場所に使用しやならないと定められています。具体的には道路の同じ場所に12時間以上、夜間、過去と日没から、翌朝の日の出までって全然違う内容とか言えるんですよ、六法全書の内容と。だから、まあ、道路交通法の、第2条の1の18で、ちゃんと駐停車車両等が客待ち、荷物持ち、貨物の積み下ろし、故障その他の理由により継続的に停止することってもう定義定まってるんですよね。で、貨物の積み下ろしのための停止で5分を超えない時間内のもの及び他人の乗降のための停止を除くですから、5分以上の停止が認められてないはずですから、だからこれ警察の方ではどうなってます？僕の方で何か間違ってますか？そうですね、ちょっとそこを見てないので何ともお答えができないんですけども、一応ね、はい、右手の方のところの、どちらが正直ね、そのチャット GPT-4 なのかわからないんですけども、一応そこにはね、正しい貨物の積み下ろしのための停止で5分以内の場合や人の乗り降りのための停止は駐車になりませんで、あとはね、法律関係の事務所さんが書かれてる文章でもおかしな文章も昨日見かけたんですよ。でちょっとね、その昨日の一件だけで、その結局他の法律、その刑法だけ以外の法律とかもついてくるんで、その春山整骨院云々とか、その集団的なところとか、この辺の人間が結局集団でっていう部分が結局あるから、先ほど、まあ、昨日の晩は途中まで記載していて、刑法終わった後のその次の、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律のところまで、現在読んでます、しばらく時間がかかります、今日は一旦この辺で終わりにしますって、これを書き終わった後暴走族が走り始めたんですよ。でこれもね、昔僕はそのいろんなその、まあ、皇室の方たちとか、政府上層部の人たちと、僕は20歳ぐらいの頃フルーツラーパークでお会いして、そのいろんな気持ちとかでは会ってるんですけども、基本的に仕事忙しくて、そういった事情と、覚えていなかった。でそのまま生活していて、同じようなパターンで、ね、その全員動いていたなっていうのが今考えたら見受けられます。それでそのなんていうんですかね、昨日のバンド場合だったら、まず絡みに来た連中は、ソングスっていう NHK の、番組、歌番組を見ていたら、まあ、8名か9名ぐらいで絡みに来てる。で、まあ、昔から何回もそれを行っていて、で、もともとよく考えた私が20歳ぐらいの頃の、ここの兄の大事タウンハイズに引っ越ししてきてから、そういった連中が絡んできてる。で、昨日気づいたのがね、NHK の、 そのニュースウォッチ9が始まる前に、ちょっとだけ、多分この地方の放送だと思うんですけども、神戸か兵庫県、まあ、サンテレビ内の範囲内かちょっとわからないんですけども、まあ、NHK の放送がありました。そのアナウンサーを見ていて思い出したのが、松原っていう人でしょ、あの人もともと。で、それで家の方に回ってきた、その裁判所からなのか弁護士からなのかちょっとよくわからないんですけど、警察の方が、その松原って呼ばれる
ってきていてたんですよ。で精神病院に僕は入院させられていた時に同じフロアにいた人間で松原っていうものがいたんですよ。でその人間の言葉を聞いていると、親がもともと消費者金融で、まあ、消費者金融は上が銀行じゃないですか。でもしかしてその親がもともと銀行員でそれで選挙に出たんじゃないかと。でその松原、その精神病院にいた30代のその松原っていうものはもともと暴走族してたみたいなんですよ、本人の証言で。でまあ多分この辺の人間で有馬警察署か、まあ、サンダーか、まあ、その辺り の、 その警察署の方へその暴走族の格好をしてからかいに行ったりとかしていて、で話聞いていたらどうやらレイプしたみたいなんですよ。それも病院出てから何日か、まあ、何ヶ月か経過してから思い出した方ですね。あ、本当はレイプしたんちゃうかと。それで7年以上その入れられてる、まあ、僕が退院する時も結局まだ入院中でもそのことなんてのが僕も分かんないんですけども、でこれも話めちゃくちゃで、企業金の人間が悪さした人間が議員に立候補して、で議員の世界で見つかって、で、その後 NHK のアナウンサーになってる。でテレビつけたら嘘を言いっぱなしなのか、もうその変なことを文句を言い返してきてる場面とか、その僕の心の声の方なのか、読んでる文章を、まあ、頭の中で考えている内容も自動で向こうには聞こえていたりとかもしますから。で、まあ、スーパーコンピューター系富岳が神戸市に設置されたのも、もう私が8歳ぐらいの頃の公立の方か、もしくは、まあ、文部科学省の大臣か総理のあたりの判断だと思うんですけども、これ話の全容がだんだん見えてきましたね。だからまあやっぱり、まあ、ここの文章でも他の動画でも言ってるんですけど、やっぱりまずテレビ局を縮小するしかないでしょうね。で本当のことだけ放送するような体制にしなかったら、そこでもその報道ステーションの小木さんも働きに来てたじゃないですか。でその偽名を使うっていうのも裁判所の判決があって、よっぽどの理由はない限り偽名を名乗ってはならないはずなのに、テレビ出てる人たち、偽名を名乗ってる人たちが多いでしょう。で特にエロ業界、その写真集とかを出して胸とかを出して、でそれで女優として活動していた人間、通報記録の内容を開示しておきます。で僕も家の中に盗みとか入られてるから気が動転して間違えた通報とかもしたりしてます。ただその家の中のものをしょっちゅう盗まれたりしていたら、本当にそういうふうに日々どんな気持ちで、生活してるのか、日々どういうふうな精神的に追い込まれているのかっていうことが分かると思います。先ほど電話してた淡いというものなんですけども、ちょっとお電話途中で切れてしまって、ちょっと話が長くなったからかと思うんですけども、ホームページ淡い圭介の日記の1番に昨日通報した内容の動画と、今日、また新たにっていう部分で動画アップロードして、まあ、証拠付きとあと法律名付きですね、それをまあちょっと見てもらってご対応の方をお願いできますか。はい、よろしくお願いいたします。で途中で警察に通報中に電話を切られてるんですけども、これ警察官が意図的に切ってない可能性があるんですよ、コンピューターが一方的に。っていうのは大阪の高等裁判所で、原告として、ね、書類を出していた、淡井圭介なんですけども、大阪の高等裁判所に電話をかけた時に、絶対裁判所でいくらなんでも勤務してる人間が相手を威嚇するようなこう攻撃的な言い方、脅すような言い方に変換されて聞かされてるんです。でそれは後から思い出したんですけども、そういえば20歳ぐらいの頃フルーツラパークで勤務してる時に、その法律名とかをしっかり書いてなかったらだとか、そういう風な形でそういう風に聞こえるように設定されてた可能性があるんですよ、本当に。だからそのコンピューターのわけのわかんない設定で世の中どれぐらいめちゃくちゃになってるかっていうことを、全員が本当のことを人間は証言して、それ記録して残しておいた方がいいです。
それも法律、ルール。証言は有効です。さっき淡井圭介の自宅の横で平和やななどと言って絡んできた人間が春山整骨院の近辺、多分春山整骨院に出会いしてる人間、まだ喧嘩ってきてる。先ほどの淡井ですけども、次男4名でやりながら来ましたね。でそいつらも一応撮影しておきましたんで、アップロードするのこれもやっぱり時間かかりますね。またお次の日とか着信通知の設定しておいてもらって、はい、見てもらって対応してもらえますか。これキリないですね。はい、いやこれキリないですね。なんで送るんで、はこの罰金刑とかで対処して、この辺歩かないような形で、まさき自分のその兄の第一タウンハイツの駐車場をちょっと見てもらったんですけども、はい、結構高級車が何台か見かけるんですよ。で、はい、公営住宅って例えば一月の収入が30万以上で、そこからはい、一月の収入が30万以上か、まあ、それぐらいで家賃が、まあ、10万円ぐらいになってたと思うんですけど、まあ、それが保険とか年金とああいうものをかけていってどうだったか、ちょっと私もだいぶ前の頃だったんで、母親がその頃生きていて、その管理してたんで、その家賃の方どれぐらいのものかわからないんですが、とにかく収入が多かったら家賃上がっていくんですよ、公営住宅って。なんか高級車っていうのはちょっと考えれないんですよ。でそういうのが、何台か見かけたんで、ちょっと変だなとは思いましたね。それは昔もそうだったなと。まあ止まってる車はもうガラッと変わってるんですけども、その当時と、まあ、またその辺のところもたまに見に行って、コロコロその同じ番号のところ車変わってるんだったら一応番号は押さえてるんで、また通報いたします。はい、わかりました、お願いします。はい、一応この通報をした後、各駐車場から車がだいぶ消えました。アリの中町の近辺で、田尾寺から岡場駅にかけてのところなんですけども、違法駐車をしていた人間だった可能性があります。ちょっと待ってください、さっきまでどこまで再生したか分かんなくなってる。待ってください。先ほどの淡いですけども、次男4名でギャラリー違いますね。ちょっと待ってくださいね。はい、有馬警察受付です。先ほどお電話しました淡いですけども、淡井さん、はい、今度ね自宅前の元建設業者だったところの前で男3人がたむろしてずっと喋りっぱなしですね。今廊下側の部屋に布団引いてるんで、この間なんか向こうの、まあ、住居人と思われる男性が、まあ、こちらに向かって、こちらが先に、まあ、うるさいから静かにしてくれということを言ったら、絡んでこんといてもらいますって言ったら、絡んでるのはお前の方やとか言って、まあ一回してきて、ちょうどその時パトカー来てくれてたんですよ。でその時はパトカーはもう少し隣ぐらいの家のところで、まあ、停車されていて、ちょっと全体的に、次伊勢のパターンだったら、その住居人じゃない人だと思うんですけども、老人の、
もうヨボヨボの方が昼間とか朝からあの前でダウンして喋り始めるっていうパターンで、夜中と朝交代で誰かと、でなかなか寝れないようにしてっていう嫌がらせですね。わかりました。はい、お対応のほどよろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、これ17日なんですけども、19日、すでに自宅前のところのその元建築業界のところの前に車が止まっていて、老婆がたくさん集まってましたね、3名ぐらい。もうかかってきたっていうことを私は通報してるんですけども、それよく考えたら警察の方から相手特定して、電話をかけたのかもしれないですね。その辺のところは、まあまあ受付の方も急にそれを聞かれてもわからないと思うので、まあ、何か返答欲しいですね。どういう風になっているのか。警察です。夜も遅くに恐れ入ります。有田第一タウンハイツの淡井圭介ですが、はい、先ほどこんばんは、22時27分か8分ごろ、はい、岡場駅の方向から男、黒ずくめの服を着た3名のうち1名が大声でこちらに向かって死ねっていうことを言ってきたんですが、これも何十年も前からずっと前から同じことをしてるんですよ。はい、で、一応動画アップロードしておきましたんで、警察の方も着信通知来るようにされてるとは思うんですどうでしょう。ホームページ淡井圭介の日記の一番にはまだアクセスできるようにできてない。どうしても何かあってから説明欄にいろいろ書き込んだりとかそのアップロードしたりするのに1時間ほどやっぱりかかってしまいますね。はい、で、ちょっとご対応していただきたいんですが、もう私から撮影してるものはもう完全に目視でも画面でも見れなくて、画像解析してもらわなかったら顔はもう全然わからない映像ですね。で、一応動画の中でそれ求めて言っています。あとはご対応のほどしていただけますでしょうか。後ほどホームページは淡井圭介の日記の一番から、アクセスできるようにしておきます。はい、はい、よろしくお願いいたします。なかったら110番してくださいね、緊急やるときは。はい、はい、はい、失礼します。有馬健太です。おはようございます。兄の第一タウンハイツの淡井圭介ですけども、はい、この間、パソコン2台あるんですけども、片方の方が動画のエクスポート、つなぎ合わせる行為のことなんですけども、はい、そちらの方がサイバー攻撃を受けて、壊されていて、それは行政の方に直してもらうように YouTube で訴えかけるというか、はい、SOS を出して、それは直してもらったんですけども、はい、今度白いパソコンの方が、要するに YouTube にアップロードする、メインのパソコンの方が今度アクセスできなくなってるんです。で、これ、はい、原因が昨日もそういうふうな物事が起きていて、ちょっとね、なぜそうなるのかっていうところがはっきりとはよくは分からないんですけども、昨日の晩の出来事とかを考えたら多分それが原因だと思うんですけど、それはちょっと長いんで動画でアップロードして、その内容を聞いてもらったら皆さんに理解していただけると思います。
わかりました。はい、それ、まず僕のそのメインのコンピューターこちらの方にお願いします。わかりました。スポーツ側とか政治側とか何か分けられてた時期があったんですけども、それを主張する人たちがね、それ何回考え直しても無理があるのと、結局ずっと淡井圭介を多くの人間が盾に使っていた。であと軽犯罪法でもその労働に対するそのものがあるんですよ。でその法律があるから電波でかかってこられてるのか、それは、生活保護の担当の人も心配してくれていました。ただそれその方向のその法律をのその方向の法律が残っているから、みんな無理やり働きに行ったりしてるんじゃないですか。で余計に電力消費してる、余計なエネルギー作らなくてもいい仕事をずっと作ってる。ルールがもうめちゃくちゃだ。法律の世界はもともと世の中のことをよく分かっていて作ってなかったんだと思うんですよ。第二次世界大戦とかあったから全国民が復興とかで頑張らなければならなかったっていう部分で、そういうふうな刑犯罪法を作ったんじゃないですか。だけどもうその法律はやめといた方がいいです。今の時代とマッチしない。もう自動車がもう世の中に出回りすぎてます。世界中で15億台以上。無理ですよこんな世の中。余計な仕事をできるだけ、少なくして、解決する仕事の方に、人を回さなければならない。でちょっともうあんまり話し始めると長くなりすぎますんで、ちょっともうこれぐらいで一旦動画アップロードしますね。で本日、アップロードする今日の朝自体は晴れだったんですけども、まあ朝からその絡んでくるうんぬんとかもありましたし、昨日の晩からのいきさつうんぬんとかもありましたし、まあその私が今日アップロードした内容のこのね、2370と2371、一応まあ着信通知の設定をして、あ違いましたね、ごめんなさい、2373ですね。これを見てもらって、あとこの通報内容とか、あとこの近日、実際撮影していて、基本的に相手が何か言ってから撮影を始めるので、撮影相手が絡んできた大きな声の瞬間を撮影するの非常に難しいんですよ。動画の撮影っていう状態をずっと、撮影状態にしていて、例えばベランダとかに出しておくとか、でもそんなことして失敗したら、置くとこ間違えたらね、防水機能ついてないから潰れます。だから最初からなぜ春山整骨院を未だに解体していないのかっていうところでも非常に大きな疑問が残る。で自民党の人たちもおかしい。で淡井圭介が通報した件のその犯罪被害者給付金だとか、そういうふうな、もの、まあ罰金刑云々に関して、そこはこちらへの、ごめんなさい、こっちに来るってその警察官の方の声が聞こえてきてるんですけども、どうしてもこれ言わざるを得ないで、僕の方が今この辺り苦しくなってる本当に。でお互い浄化、ちょっと待ってください、閲覧者の方たちいろんな人たち多いと思うんですけども、まあ、しっかりと全員見てほしい。で無理がありすぎますこの世界、法律を未だに往生際悪く削除してない自民党の人たちも多分どうかしてますね。本当に変ですよ。ただただひたすらお金の回し合いをしてる形になってるんですけども、正直会社絡みとかでものすごい借金背負ってません。それでも引くに引けなくなって、なんか当たりっていう笑いながらの声も聞こえてきましたけど、半笑いみたいな声、まあ絶望的になりすぎてもそういうような言い方になるから、もう分からない。電波のその検察庁機能に関しても、そのしっかりとした検察庁機能だったら長いその会話内容とか聞こえてくるんじゃないですか。だけども私の方では簡略した短い言葉しか聞こえてこないから、
それの裁判所の場合だったら、その訴えてる範囲内っていうのが決められてるから、あと証言台に立たせる証言者によってそれが本当かどうかっていう、その警察庁機能に関しては短いワードでも十分わかると思うんですよ。だけどこんなにもう何から何までいろんなことに関わってしまった人間、もう誰が何を言ってるのかなんか、そんなことわからない、誰の声か自体で、さらにその昔から関わり合いの深い人間、例えば加古さんもそうですけども、一体何年に話した言葉をコンピューターが聞かせてきてるのかっていうことが、これがわからない。無理です、こんなめちゃくちゃなコンピューター社会で。それについて多くのことを述べていて、自民党の人たちは2016年にか、その前の年に一回口座差し押さえたんでしょう、大量に。その2016年だけ毎年借金増えていくものなんですけども、支出の方が多いですから、税収よりも。で、まあ資産は一応資産価値があるから、デフォルトにはならないんですけども、だけども2016年だけ借金減らしてるんですよ。あれ巨大な訴訟を行って、日本の企業だけじゃなくて世界中で何かよからぬことをしていた企業の口座まで差し押さえてお金回収してませんでした。でこれ何からつながっていくかって言ったら、僕からの件なんですよ。刑法の方で見てもらったら分かります。刑法の次の集団的な内容のものですね。下の方に記載して、これ YouTube に記載して説明欄なんですけど、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、もうここまででも順位分に効力あります。でさらに他の法律までくっつけていったら、もう他のもう大抵の企業もう軒並みノックアウトですよ。いろんな会社の役員から議員になってしまってるから、結局お金回し合ってる世界にしかなってないから、巨額の横領罪を世界中で行っていて、じゃあそれ誰が判定下すのみたいな話になるんですよ。で結局安倍政権の時に僕がそういったことに関してもう一気に差し押さえた方がいいっていうことで、動かれたんだと思うんですよ、世界中のまとも側の人たちがね。多分そこまでの金額だって、だから金額で言うと借金減らせるって言ったら何十兆円もの差し押さえですから、だから国際司法裁判所なんじゃないですか。だけどもそこまでしておいて、その後の日本のこの低たらくでしょう。でこれで、いやまあけど電車がガラガラのところを見たらそうでしょうね。だから在来線を乗った時驚いたのが、神奈川県ってまだ人口がすごく多いじゃないですか。だから東京駅から神奈川県を通って鎌倉を通って、あの辺りを、まあ川崎市とか人口多いところを通っていって、ある程度離れて隣の静岡県近くまで来たら、普通の一般的な JR 新幹線じゃなくてもうガラガラなんですよ、夕方の通学通勤の時間帯まで来てるのに。で静岡県の駅だと思うんですけども、結構中心部の方の駅だと思うんですよ。そこに静岡県の地方の鉄道が隣接してるんですけども、走ってる車両が1両だけ、時刻19時、考えられない、自動車補給しすぎてる。で人口が1億2000万人いないっていうのはこれは事実なんですけども、6000万人多分いないと思います、僕の読みでは。そもそも家の件数見た方が早い。だ地方交付税法とかでも行政が全員捕まる方、お金が回ってきてるのであればですよ。で一応国会議員の人に、もしかしたら人口6000万人下回るかもしれませんっていうことを心の声で伝えたら、その人はすごい真面目な国会議員の人です。大声でそれだったら我々が悪いっていうことを言ってるんですよ。だからもう最初から今どういうふうな状態かって言ったら、世の中でだいぶ無茶なことをほったらかしにしすぎてたんですよ。だからもうだからコンピューターの支配で、結局今国会でその政治倫理審査委員会で挙げられている人たちとかも寝不足になってるでしょう。
下村、本当は広文さんでしょ、一時期テレビの放送で白文とか言ってましたけども、あの人が本当のところどういうふうな立場でどういうふうにお金を動かしたのか何なのかよく分かんないですけども、あれだけボロボロになってる、寝不足になってる、でこのコンピューター社会のこの実態が結局何なのか、もう多分制御はできないんだと思うんですよ。いやもう行今警察官の方を責めてるんじゃなくて、見てる人たちを責めてるんじゃなくて、一回みんなあの電波からの攻撃受けるのやめましょう、あと攻撃するのもやめましょう、それなし、ルール法律だから、それ非人道的行為だから、裁判官が法律面を求めてきたり第何条まで求めてきた時点でコンピューターがそれ言うまで僕を今僕の方が震えてる、攻撃してくるようなシステムになってるんだと思います。それで多分間違いない。でさらに佳子さまは淡井圭介の自宅に直接来ないっていうことによって、淡井圭介は的になってるような仕組みになってるんだと思います。スポーツ関係の総裁を見てもらったら分かる通り、皇室の人たちなんですよ。その人たちが本当は管理しなきゃならない。だけど昔は皇室の人たちが管理していてどうなったかって言ったら、東京の一人勝ち、ジャイアンツばっかり優勝していた、日本一連続で9年連続で行ってるんですよ、 V9 って言って、むちゃくちゃです。でそれは昔ちゃんと言ったんですよ、みんなの前で、そのフルーツラパークのバラマかランドマとかで何回かたくさん集まっている人たちの中で大真面目な話の方ですよ、これ無理だと、地方からの搾取だと。だからそれも本能的に、まあ、お金につられて東京に集まってきてしまう人、お金イコール仕事なんですけども、仕事がないからっていう切実な部分はあると思います。だけどもそれで東京にたくさん人が集まってきて、結局何してるかって言ったら、余計な地方から集まってきてる交通費が無駄なんですよ。結局輸入してるガソリンとかガスとか買ってるじゃないですか。で民間には倒産があります。で実質政府の本質は一応円安になったりとかするだけでお金をたくさんすると、で金利云々とか、僕がこの間動画でアップロードしたのが、株価が異常じゃないですか、バブルが崩壊した時よりも株価は上がってるんですよ。人口はずっと僕が生まれてくる前から縮小傾向に、もう僕が生まれてくる前から縮小傾向なんですよ。1977年生まれです。で昨年は男性と女性、昨年か2022年のデータですね、男性と女性の生まれてきている人の数は30万人ずつぐらいなんですよ。それそこまでもう低下してるんですよ、ずっと逆三角形。まあ逆三角形の話は皆さん聞いたことあると思うんですけども、女性とね男性の生まれてきている数は少なくなってるっていう。だから株価がそんなか価値的にありえないんですよ、絶対に。どう考えても東日本大震災が発生した時に株価日経平均8000円ぐらいになってませんでしたっけ、1万2000円ぐらいでしたっけ。ちょっとリーマンショックの時とごちゃごちゃになってるんですけども。でまあ NISA に関しても課税するように動画でアップロードしたんですけど、これが結局資本主義の正体で、お金を持ってる人たちがずっとお金資本に物を言わせてお金を稼いで大きなビルをずっと作っていた、建てていた、これが実態なんですよ。で空間がやたらと広いから、やたらと夏場と冬場にエアコンをたくさん使用する、たくさんエネルギーが消費する、高いビルだからエレベーターを使う、すごい速さでエレベーターが動く、すごくたくさん電力を使う。もうやっぱり大学行った人間の方が絶対頭悪くなってます。で高額所得者の方が自分の人生はうまくいってると勘違いするからずさんになりますっていう話も昔しました。でコンピューター設定でこのずっとね、皇室の人たちとかも淡井圭介の自宅を訪ねてこないっていう変な動きを見た時に、ある一定の人間はちゃんと訪ねてきてるんですよ。僕の家インターホンを押したりとかね、まあ、今インターホンが壊れてるから電話かけてくださいっていう張り紙をつけてるんですけども、これがこういった内容をある程度の部分で、国連の方に伝えて、それで、国連の総長、現在ちょっと待ってください、今頭なんか取られてるプラス睡眠不足でちょっと名前が出てこない、
国連の、事務総長トップの人、その人たちも一応昨年のニュースでは流してくれたんですよ。そのコンピューター社会は危険であると。いやだって心情的にね、その河川水門外式弾発電とか地下水流トンネル発電とかかまど発電とか、それを行っても100年後を見た時に200年後を見た時にその人たちに石油があるかないかで考えたら、もう今全力で取り組むしかないじゃないですか。あとバイオマス発電でメタンガスを発生させる方のバイオマス発電ですよ、おでとか生ゴミから。それはものすごい数を作らなきゃならない、1万5000箇所ぐらいで、一つの都市部の人口密集地帯だったら大きな貯蔵タンク、地震が来た時でも、倒れないように、奥行きと長さを100m×100m、まあそこまでの大きさなくてもいいです。 70m×30m しかその空いてるグラウンドとかもう使わなくなったグラウンドとか、ここにだったら簡単に設置できるだったらそこに、そういったものを設置して生ゴミだけをそこに集める。例えば僕のこの燃えるゴミ、まあ最近ちょっと鼻水とかたくさん出て、まあこれが昨日そのチョコパイを食べてその絡んできた人間が来ただとか、まあそういった証拠なんですけど、こういうまあ燃えるゴミとかもいっぱい入ってるでしょ。だから生ゴミだけに分別をしたら、まあここ喫緊ではまあこれぐらい、まあ人参の皮とかこういうものなんですよ。でちょっとまあ余計な袋とかも入ってましたけども、だけどもそういうように、本当に生ゴミだけを集めてそこに溜め込んでいけば、そもそも生ゴミって燃やしてるんですよ、ガスとか使って。消費と節約のところを逆転させたらいいんですよ。だ建設業界が無駄に建物ずっとビルとか高層ビル、住む買い手がいないのに生まれてくる人たちが減ってるから、あと親の家を引き継いだりするから、なかなか家なんか売れないですよ。で中古物件もたくさんある。で作るものを間違えていた。空き地ができたらそのバイオマス発電用のそのメタンガスをね抽出する、まあメタンガスを抽出する施設でもいいんですよ。まあそれはメタンガスをある程度のペースで抽出できるところはそのまま、発電所みたいな形に変えたっていうバージョンもあると思うんですよ。だからもうこれね、そういうことをそうした方がいいっていうことを言っていて、政府の人たちでもある程度の人たちはそれちゃんと覚えてくれてるんですよ、国会議員の人たち。だけどもこんなことになってるんですよ世の中。だ危機感があったら僕の自宅にちゃんと来るんですけども、さっきからフミヒト様の声でちゃんと行くわちゃんと行くわっていう声は何回も聞こえてるんですけど、僕の自宅にちゃんと来たこと一回もない。それどころかしっかりと淡井圭介さんの 電話に電話かけますって言うんだったら分かりますけども、ちゃんと行くわちゃんと行くわって言って、多分コンピューターのそのワードにこだわるところを解釈すると、私の方で理解するとしっかりと行かないっていうことなんですよ、ちゃんとだと思いますよ。分かんないですよ、私の自宅にしっかりと来てくれたことってここ近年でまずないですか。多分私が精神病院に入れられてる間に家インターホン鳴らしたとかそんなことをしてたんじゃないですか。だもうやりすぎ、世界中から見たら世界中の政府上層部の人たちとかこの件を全部知った時に本当何してんのっていうことを世界の上層部の人たちから、国会議員の人たちに対してもそうだし、もう皇室に言えるのっていうのは王室ぐらいしかないから、王室の人たちに言ってもらった方がいいです。それアメリカの大統領とはいえ、トランプさんも選挙の時に変な動き方してたでしょ。あれ自分でアピールしてるんですよ、踊らされてるって。多分あんな年齢で大統領なんでそんな難しい仕事誰もつきたくないと思います。盾にされてる。で今のところもうそうじゃなくて、年齢層はねある程度若い人で、若いといってもまあ40代後半とか、50代の人たちにしておいて、それで大統領を務めてもらわなかった他の国の首脳の人たちも同じ、まあ、日本でいうと総理になってくるんですけども、もう全然何も進んでない。
もうずっと僕同じこと言ってる。でまだ絡んでくる連中は平気でいる。でじいさんばあさん、自分の生きてる間はまだ石油とガス輸入が入ってくると思ってるから、もうここまで追い詰められたら世界中めちゃくちゃ怒って、一回ガスとか石油のエネルギー止めだったら分かるんじゃないですか。それが本当は東京の計画停電だったんじゃないですか。もう海外めちゃくちゃ怒っとうってだと思いますよ。一応予備電力とか用意してましたから、ある程度は。だからそこで言うに言えなくなって、関西と関東の話で分けました。だからフェイクニュース混ぜられたらみんなどの情報が本当か分かんなくなるでしょう。関西と関東で電力が流れない話、それ本当だと思います？電線でつないでいて、ある程度調整はできなかったらそれはショートしますよ。細い電線に大量の電力を流したらショート、火花を散らしたりとかだと思うんですよ。僕もその電気の専門家じゃないんで、工業関係の高校だったから、電気のその電線とかのプロフェッショナルの人たちに聞かなきゃわからないと思うんですよ。本当の変圧器がどうこうとか、一応電信柱についてるから、ある一定の区間に外に置いてるゴミバケツみたいな、あの円筒状のもの、あれが多分変圧器だと思います。あれは時々電柱に見かけるんですよ。っていうことはどこかで調整しなかったらショートするっていうことでしょう。だからどこからどこまで本当の話なのか全然分かんないですよ。ただその変圧器の調整自体であって、余った電力を東京の方とか関東の方に流すぐらい簡単にできそうだと思いません？だって電気の伝導率で普通に流れていくんですから。もうお手上げ、こんな無茶苦茶な情報社会作られたら、それプラスコンピューターの変な稼働と、あと僕の自宅へ直接しっかりと来ないっていう、その潔の悪い状況だから、これね、航空警察と普通の警察に分けてるでしょう。昔もこの議論になったんですよ。でもう言ったらいいって天皇陛下も言ってくれてるんですよ。成人さんも、平成の天皇陛下も、航空警察として働いてしまった人はやっぱり皇居のことを守らなきゃなんないから、頭の中の思考回路が、まあ、皇族の人たちを最優先に考える。一般的な警察官とその2種類に分けているのを、その一般の警察官の人たちも普通に考えたら偉い人たちを守らなきゃなんないっていう頭の中の発想がどうしても出来上がる。法律的にもある程度そうなってますから。だけどもそこを分けて考えなかったら、誰かが指摘しなかったら皇族の人たちで、いや、してることおかしいですよっていうことをすんなりと言って、あとその意見について賛成してくれなかったら、対応してくれる人間なんかこの世にいないんです。今聞こえてきたのは君が入院っていう言葉が聞こえてきたんですけども、悠仁さまの声だと思うんですよ。で少しでも自分の方に震えが来たりだとか、何かが来た時にそういう仕組みで入院っていう言葉が電波で聞こえてくるような仕組みで、それを本気にしてしまって入院させてしまった一般人、その家族、まず家族、行政のしてることだから、電波の仕組み、だからある程度勉強して、文部科学省の下で、理化学研究所があって、スーパーコンピューター系も富岳もあるから、行政が管理してるから、行政のしてきてることだから間違いないとか思ってる人たちが精神病院に行かせようとか、正直その本音にあるのは家族間同士で喧嘩になって面倒くさいから閉じ込めてしまいぐらいの発想なんですよ。で警察官もそれをたくさん行ってしまってるから、もうここで一回線引きしましょう。とにかく精神病院に連れて行くの話、ちゃんと話しっかり聞くわと。で淡井さんもそういうふうに天皇家の人たちからちゃんとある程度のこと言っていいって言ってるから、それはもう僕たちも言っていいんだと、言論の自由があるからと。でそれよりもその 電波ジャックのところで脳への、ハッキングに関して、正直その佳子様たちの知ることもおかしいんですよ。僕の横を通り過ぎるだけでちゃんと話し合いをしようとしない、それは会うじゃないから、それは通り過ぎるだから会うじゃないんですよ。だから約束を守ってない。だから向こうの方にその悲しみとか行かなきゃなんない。じゃなかったら僕は
普通に見たら分かる。本当は僕はあの辛い立場だから僕は悲しいのが普通なんだけども、あの通報をもう日数日にち見て分かるでしょ。ずっと絡まれっぱなし、ずっと喧嘩売られっぱなし。だからもう一回車取り上げた方がいい、本当に口座差し押さえて。それしなかったら永久に車に乗りつけてきて、多分これ探したらものすごい数出てくると思うんですけど、勤務中に車に乗りつけて、例えば人材派遣会社の人とか淡いケースけど深く関わった人とか来てる。でさらにそのために車購入してもらったか自動車業界と組んで税金で車手に入れてる可能性がある。もう本当は横領、本当に横領、本当に横領に訂正しておきます。それ罰金刑で売り払って返納して罪償ってもらわないとルール法律じゃなくなってしまう。やりすぎ本当に。でガソリン消費しすぎ、世の中のことまともに考えてない。ちょっともう言い出したらきりないんで、もうこれぐらいにしときますね。だから1日で見る方も大変でしょ、この動画の量。だけどだからもう晴山整骨院をまず閉めたらいい。で最初からこの辺りに、昔もそうだった、これ本当に迷彩服を着てる自衛官の人たちとかも確かどっかこの辺の家とかに潜んでくれていて、誰か横通り過ぎそうになったら複数ですぐに尋問してたでしょ。もう家から来なさいって、わざと知るやろ。多分それが本当の国防だと思いますよ。だからそこから、もともと僕からのお金の流れとかあるから、町単位のお金の流れ。だから精神病院に、それこそだから2016年に、借金が減ってるっていうことは、判決があったのは多分2015年くらいなんじゃないんですか。じゃあその辺の訴訟を始めたのは2014年ぐらいか、もっと前から淡井圭介さんとの関わりで愛で世界中がどうなってたかっていうことを元からよく分かっていた人たちがもうすでにスタンバイが出来上がっていた。だから訴訟に入った。ですぐに勝った、ある程度の期間で。だから一回それで差し押さえを被った大企業の人たちとかは変な危機感を持ってしまったんじゃないですか。だからもともと警察官の中に企業の役員の人マジで有馬警察署とか来てたでしょ。だからもう話めちゃくちゃ、そんなこと言うんだったら君がしなさいじゃなくて、君たちの一族の責任でしょう。でこれで通すしかないです。でその人たちがちゃんと真面目に統治するか、言うべきことを言ってるか、ちゃんと書類渡しているのか、何をしてよくて何をしたらダメなのかっていうこと、これ昔もその結論にたどり着いて言ってるんですよ。で、あとはその下の各局長だとか部長とか課長とか主任とか、あとは長年、正社員として、何年も勤めてる人、もう何十年っていう単位だったらもう普通は役職ついてます。で、何十年という単位だったらまあ、基本給はだいぶ上がってます。まあ、公務員の人たちだったらね。だからもうこんな、だからその人たちが罰金を支払うような世の中で物事を進めるしかないです。だからそれが、だからなんで俺らが払わなあかんねんがあるから、下の者にちゃんとああしなさい、こうしなさいを言えるようになると思うんですよ。だと思いますよ、順序的には。だからそれだから現場で、だからさっき言ったやんとか、もう何回も言ってるやん、なんで同じことすんのってなるんだと思うんですよ。だからこれであとは相対性が必要であって、その現在の状況を深く理解していただいてる警察官の人たちからしたらね、正直その有馬警察署でちゃんと淡井圭介側でエネルギーの残存量問題から何から何まで、何歳ぐらいの頃から皇室の人たちとか海外の政府上層部の人たちとか、そういう話、あとスーパーコンピューター系富岳はなぜ神戸市なのかとか、ある程度のことを理解してる人たちだったら、上の方の誰それがこんな指示を出してきたけどもこれどう思うとか、こういう話警察署内でしといてくださいね。じゃなかったら
もう今僕の顔が撮られてる。で、それは心の声とかでも、そういう行動をしなかったとしても、まあできることであって、一応ある程度の署の範囲で話してくれてたでしょう。で、一応その映像は刑事課の人たちの映像は出てきてるんですよ。あ、淡井圭介のことを言ってるだろうなっていうのは、警察24時とか、だからこれ二十歳ぐらいの頃に言ってるんですよ、同じこと。で、それで、そのようなあの映像が後から出てきている、まあ、何年か経過してから。今勝手に口が動きそうになりましたけども、誰かが何かを言わせようとしたんだと思いますよ。だけども僕には何も聞こえてきていない。今嘘やんっていう声が聞こえてきました。でも自分の名前はまず名乗ってください。で、何年の誰なのかっていうことを名乗ってください。で、喋るタイミング、心の声を送るタイミングは僕が黙った瞬間です。ちょっと黙っておきますね。ほぼ何も聞こえない。だけどカオさんはちゃんと返答してる、僕の心の声に。だから元々はその結婚が重要だからかもしれないですね。だから一番最初に、だからカコ様の初恋の相手だったっていうことはカコ様を認めています。淡井圭介だっていうことを、キスしてるんですよ、子供の頃にね。で、僕からじゃないですよ、カコ様の方からですよ。で、だからコンピューターのその個室優位に動いているその状況によって、ただその未来の時間軸からの、心の声、淡井圭介が述べている心の声への反応の過去様を見た時に喜んでらっしゃるでしょう。まあ、自分の人生に置き換えてもらって、まあ、本当に好きになった人のことをものすごく嫌いになる時って、その当人からものすごい嫌がらせをされた時だけだと思うんですよ。そうじゃなかったら、なかなかまず嫌いにならないんだと思うんですけども、この状況を皆さんどうご覧になっしゃいます。何名かはこの人物テレビに出ていた誰それかなとか一瞬思うんですけども、けど例えば音楽業界の人たちとかで、元メイクをしていた人たち、男性女性に問わず、あと髪型とかも含めて、でそれプラスマスクなんかされた絶対分かんない、顔まで変わってるから。だから不利とかはできる、いろんな人間が。だからもうちゃんと自分から身分証、自分から名前なのって淡井さんですかって、で、誰それですって身分証明書を見せて、誰それっていう名前でテレビに出てましたとか、そういうことを自分から言ってくる人間だったら僕も話対応したいなと思いますけども、例えばアナウンサーで、この間岡場駅の前のところでね、座ってた人物が行き場いなかったんですよ。帰り、買い物して終わった後座ってたんですけども、竹内恵美っていう元報道ステーションのアナウンサーで、髪の毛の色が銀髪と金髪の間みたいな色。いや、もう声かける気しない。報道の実態っていうものも分かってるから。で、それプラスその昨年提出した裁判で上田裁判官っていう人が、裁判官で対応、神戸地裁でしようとしていましたけども、そのものはよく考えたら宇賀夏実と一緒に行動してます、アナウンサーのね。だ、四審等以内の裁判官関わっちゃダメなのに、だから裁判所の裁判所の勤務者とかが本当のことを言うと、ああしなさいこうしなさいって言えないんですよ、僕の件に関して。で、他の方の件も多分該当してくると思いますよ。だ、裁判官とテレビ局関係がくっついた時点でもう絶対無理なんですよ。嘘を平気で言う国になってしまうから。一回防衛服も黒じゃなくて灰色に変えた方がいい。コンピューターのシステムでどんなシステムが出来上がってるか分かんないから。
裁判官の言ったことが全てじゃあ本当のことなのかっていうことになると本当は違うから、まあ本当にもう SOS っていうことで、まあ述べてます。以上です。